スカイキャビネットはエリアやホルダーの階層の深さを制限する機能があります。この機能はファイルの保管場所の階層が複雑になることを防ぐためのものです。そのためスカイキャビネットではライセンスを登録した初期の状態ではエリアを2階層、ホルダーを 1>, 1階層のみ作成できるようになっています。作成制限の変更するには、トップ画面の環境設定ボタンをクリックし、次にファイルの書庫の設定をクリックします。ファイルの書庫の設定画面を表示します。例えばエリアの深さを2から1に 変更します。この変更でファイルの書庫にエリアを一つ作成することができます。また、ホルダーの作成制限も同じように設定することが可能です。スカイキャビネットには限られた容量にたくさんのファイルを収納していただくためにアップロードするファイルの縦横サイズや 品質を指定してアップロードするファイルの容量を減らす機能があります。画像ファイルの縮尺という項目がありますので画像ファイルを縮尺すると JPEG ファイルのイグフジフ情報の継続にチェックを入れて画像のサイズを決めます。ここで入力したサイズにファイルが縮小されます。モニターのサイズなどを調べて入力してください。 続いて JPEG の品質ですが、初期値は80になっています。100と80では人間の目では差がほとんどわかりませんが、ファイルの容量は大きく変わります。大体いい60を下回ると画像が劣化するのが目に見えてわかるようになります。おすすめは80から60ぐらいです。次にプレビューの作成設定ですが、 プレビューとはスカイキャビネット上で見える画像のことです。基本的にはこちらの設定を変更する必要はありません。プレビューをもっと綺麗に見たいという人のみ変更してください。次にファイルの履歴について説明します。スカイキャビネットはファイルのアップロードの履歴を保管しています。 履歴を確認したいファイルをクリックし、編集ボタン右にある三角ボタンを押すと、詳細を編集するというメニューが出ます。このボタンをクリックすると、アップロード履歴の確認ができます。ファイルの履歴の設定は、こちらの保管数を 管理するものになります。そのため、ここでは4のままにしておきましょう。設定が終わったら、OK ボタンを押して終了です。